みんなに伝えたいことがあるんですけどいいですか。精神と時の部屋って知ってます？ドラゴンボール。ドラゴンボールの、はい、精神の、ちょっとわからない女子が多いんで簡単に説明しますよ。精神との時の部屋っていうのは、悟空が、ものすごい短期間で成長したくって行った部屋なんだけど、まあ、いっぱいいろんな重力の違いとか温度の違いとかいっぱいあるんだけど、あとまあ、二人でしか入れないとかいろいろあるんだけど、一番大事なこと言います。精神と時の部屋の一日は、現実社会の1年と同じなんですよ。つまり精神と時の部屋で1年間修行すると1年分の成長ができるわけ。で、まあまあ2つ言いたいことがあるんだけど、1個は東京鴨頭ランドはみんなにとっての精神と時の部屋だから、それぐらいのつもりでここにいてくれ。ここ現実社会、まあまあちょっと失礼な言い方するけど、ただ回してるだけの会社の1年分ぐらいを1日で生み出せ。毎日チャレンジしろ。普通に出勤して普通に働くな。ああ、今日も昨日と同じことできたってやつは、うちから出ていけ。と、精神と時の部屋から出ていってほしいんだよな。それぐらい、まあここでは成長してほしいよっていうのが1個目ね。で、一番言いたかったのはもう1個なんだけど、今世の中が精神と時の部屋に変わっていってる。うちの会社だけじゃない。やっぱね、まあ、久保田がその話してくれてて本当にそうだなと思ったけど、 Web3 に関わると時空が歪む。本当。昨日、焼肉マフィアの下のフロア6階の、東京エデュケーションギャラリーのセミナールームの外側に作る NFT アートギャラリーのデザイン内装をやっていただく株式会社ノックスのトップの方とサウナでフルチンでミーティングしてたんですけど、でそのノックスさん の、 その藤井さんっていう方がおっしゃってたのが、私一回肺炎で倒れたんですと、今年1週間戻ってきたら浦島太郎になってて全くついていけなくなった。一週間も経つと激変しているので、NFT の業界って、情報収集だけでもう死ぬかと思ったの。追いつけなくて困ったって言ってた。これまさに精神と時の部屋だなと思って。それぐらいね、Web3 の世界になるとスピードが変わるんだよね。なので、やっぱちょっとスピードアップしているっていうことを認識していない人は、もう価値を生み出せないんだと思います。で、うちの会社、東京鴨頭ランドについてちょっとみんなと整理整頓した方がいいなと思っていて、まあ、パーパスと、あと、今後3年間のコンセプトを決めたので。で、パーパスは確認事項です。鴨頭義人個人の人生理念って何でしたっけ？人気者になる。そう、人気者になる。大正解。人気者になるんですね。じゃあ、東京鴨頭ランドのパーパス、目的ってどんなパーパスでしたっけ？良い情報をまき散らす。そうだよね。じゃあカモブックスのパーパスは？書店を現金する出版社。そうだよね。焼肉マフィアのパーパスは？チップのモデル。そう、日本のチップモデル店舗になるだよね。この辺明確だよね。うん。で、今後3年間のコンセプトを決めました。東京鴨頭ランド全体の今後3年間はこれでいく。チャレンジライカベイビー。おぉ、いいね。赤ちゃんのように挑戦しろだ。赤ちゃんってすごくないか。多分今くるみはもうビンビンに来てると思うけど、赤ちゃんって毎日変わるんだよ。もう昨日と全然違う状態になってるわけ。例えば髪の毛が増えていたり、急にハイハイして自分で動き始めたり、ある瞬間言葉喋り始めたり、2本の足で立って歩いたりするんだよ。じゃあなんでそんな、もう本当に精神と時の部屋にいるような劇的な成長するかっていうと、何でもやっちゃうからなんだよ。ただそれだけです。それ以外の理由じゃない。例えば目の前に何か物を置いてると赤ちゃんって口に入れるんだよ。これが美味しいかどうかお母さんに確認しないんだよ。
机の上にあるものを急にバーンとか言って落としてみるんだよ。別になんか理由あるわけじゃないんだよ。その時に怒られて学ぶんだよ。要は行動する前に考えてないんだよ。目の前に何かを見つけたら好奇心が動くよね。あ、なんだろうこれ、触ってみるとか倒してみるとか口に入れてみるとか、これなんか理由あります？好奇心しかないんだよね。これが赤ちゃんの行動指針なんだよ。我々は3年間それをやる。チャレンジライカベイビーでいく。全員チャレンジライカベイビーかどうかを自分の行動指針にするんだよ、ね、だからいろんなことが短期間に生み出されちゃうんだよ。今年の12月だけでも、まあ、12月1月ぐらいから立ち上がるもの言っていいですか。まず究極の目標達成プログラムが立ち上がります。スマートアチブメントプログラムと言います。コミュニケーションの学校が今月スタートします。話し方の学校ネオを立ち上げます。ビジネス発信力の学校が立ち上がります。音声診断プログラムがリリースされます。リアリティディストーションフィールドプロジェクト RDF プロジェクトっていうプロジェクトが立ち上がります。カモビズがリニューアルされました。東京エデュケーションギャラリーがオープンします。チケットミーを活用した NFT チケットの販売をスタートします。そして来年の12月21日ゼップお台場でデビューライブやります。決まりました。これ知らなかったこといっぱいあったでしょ。今初めて聞いたこと多かったよね。これ1週間以内に決まったことのすべてです。なんならここ3日間ぐらいで決まったことですね。この内容はほとんどがそれぐらいのスピード感でいく。つまりもうチャレンジライカベビーで俺走ってるんで、俺歌手デビューする必要ってある？会社としてなんか必要性ってあります？なんか毎月のお客様のアンケートで歌手になってほしいっていうリクエスト来たことってある？誰も求めてないし必要性も一個もないよ。チャレンジライカベイビー。 AI アートギャラリー作ってくださいってお客さんから言われたことあります？まあ、ないでしょうね。ない。 Web3 ってさ、そういうもの？まあ無意味なものが価値があるんですよね。まあね、いや深いこと言いすぎだよ。っていうかさ、ギャラリーってウェブゼロじゃん。あ、まあそうですね。インターネットない時からあるじゃん。それをウェブ3になったのにギャラリーつくんだよ。頭おかしいの分かります？じゃあなんでやんの？無意味がかっこいいから。そうだよね。なんかやったら面白そうだからじゃん。なんかうちが AI アートギャラリーやったらさ、人が集まりそうじゃん。その人の表情ってどんな表情だと思う？笑顔になってるよね。そうですね。それはもう見えてんだよ。それ見えちゃったらどうする？やるよな。え、これがチャレンジライカベイビーなんだよ。必要性なんかじゃないんだよ。で多分昨日ノックさんと話してたんだけどさ、もう久保田望むやっぱ頭おかしいからさ、なんかさ、モニターって曲げられますかとかなんだよ。なんだよモニターって曲げられますかって。天井からこうやって曲げたいとか言い始めるんだよ。でノックさんはできるっていうわけよ。で俺と川野さんはいやできるかじゃねえ、金額だよってなるわけじゃん。でもな、チャレンジライカベイビーだよ。実際にやるときにはやれることをやるかもしれない。もしくはやれる方法を考える。そうやって俺たちは今までもある程度やってきたけど、もっとそこに特化する。ちなみにうちの会社、銀行口座に1500万しかありません。ちなみに、1月から6回を着工するって言ってるよね。着工資金1350万先払いです。算数できるかな。そうすると
このまま突っ込むと12月の給料出ません。そうだよね。でも出します。で昨日あの俺ドブ板営業してたんだけど、1600万売れました。200万円の看板8枚、それで内装費の着工金払います。もうお客様が払っていただけるんで。でこれってもうやることを先に決めて、後からそれをどうやってやるかを整えていってるっていう順番なわけ。お金がないからやらないでもないし、お金があるからやるでもないです。やりたいが先、お金は後ですね。でこれがチャレンジライカベイビーって言いたいんじゃないんだよ。チャレンジライカベイビーで動いてるから多分出してくれるんだよお客様は。だからチャレンジライカベイビーをこっからの3年間徹底的にやるチームになろうと思います。以上です。せーの、いいね。あ、ちなみに余談なんですけど、チャレンジライカベイビーっていうのは、今度ウースリーおじさんからリリースするジェネラティブの NFT の名前です。あの久保田がもうすでに、あ、そうか、みんな前回聞いてるか、チャレンジライカベイビーっていうの出そうと思ってて、でもう一個はこれ、まあ、ゆかいさんの OK 取れたんだけど、俺 の、 あの歌手デビューした時の全国ツアーのタイトルはチャレンジライカベイビーでやろうと思う。で一発目のメインの曲をチャレンジライカベイビーにしようかと思ってるんで、もうチャレンジライカベイビーだらけの国にしようと、日本。チャレンジライカベイビーは赤ちゃんに向けてのメッセージではないよね。これ大人に向けてのメッセージなんだよ。この日本が今一番必要としてるのは挑戦だと思ってる。まあ西野さんは希望って言ってるね。今度夢と希望っていう本出すんだよね、幻冬舎から。まあタイトルは変えるかもしれないけど、夢と希望の本なんだよ。で俺は本当にその通りだと思ってて、じゃあ俺は希望を持てって叫ぶか、叫ばない、俺が希望になる。そのコンセプトがチャレンジライカベイビー。赤ちゃんのように挑戦してる56歳の姿を晒すことが希望になると思ってんだよね。希望っていう言葉は使わない、チャレンジライカベイビーっていう言葉でいく。それこそが希望の証になるって思ってるって。だからそれを全員でやろうよ。はい、以上でーす。せーの、いいね。いかがでしたか。いきますよ、チャレンジライカベイビー。赤ちゃんのように挑戦する、好奇心の赴くままにまずはやる。もちろんやる段階で必要なリソースを集めるということはね、って今回で言うとお金の話が出てきました、やりますけれど、まずはやると決めて、そこから必要なリソース、お金だったりとか人だったりとかツールだったりとか、後から何とかする、そんな動きをこれから3年間東京鴨頭ランドはチーム一丸となってやってまいります。あの、改めてここでね、ちょっとお礼を言いたいんですけど、本当にね、NFT アートギャラリー、それから、あ、まあ、東京エデュケーションギャラリーか、6階の着工金がですね、全然足りなくて、あの、正直言うと2年間、スケルトンで動いてなかったんですよ。もうすでに3500万以上のお金がね、無駄になってるんですけど。もうでも東京エデュケーションギャラリーというコンセプトも決まって、 NFT アートギャラリーも今まさにみんなが求めているものだな、いや自分がやりたいことだなって思ったのでやると決めました。そのお金足りないけどどうしようってなった時に、そのセミナールームの中に220万円の広告枠を用意させていただいて、あのドブ板営業っていうかダイレクトメールだったり直接 お会いした時にね、これやってくれませんって言ったら、もう8人とも全員即答、やります、支援ですね、これは購入じゃないですね。だから東京エデュケーションギャラリーは僕が稼いだお金でオープンしません。人からの支援もらったお金でやります。もうそういう動きになってくるんだなっていうふうに
思っています。まあこれお金だけの話じゃないんですけどね。今回たまたまお金の話という非常に刺激の強い内容だったので、もしかしたらね、お金に対してちょっと嫌悪感がある方にとっては、なんだこいつらって思ったかもしれません。まあもしそういう方がいらっしゃったら僕の放送は聞かない方がいいと思います。できるだけ本当のことをちゃんと喋る。そんな大人でいこうと思います。じゃないとチャレンジライカベイビーでは走れないし、チャレンジライカベイビーをやりたいって思う人を増やすっていう活動にはならないと思っています。もうね、綺麗事を本気でやったり、綺麗事をやり抜くにはお金とは絶対に向き合わなきゃいけない。しかもそれは Web2 までの世界の稼ぐという概念から、まあもうもらうという概念まで、すごいスピードで時代は変わってきてるんだよっていうことを伝えていかなきゃなっていうふうに思っております。なので東京鴨頭ランドはこれから3年間チャレンジライカベイビー赤ちゃんのように挑戦する、これを徹底的にやり抜きますので、これからも注目していてください。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。さあ今日はね、ちょっと特別な放送になります。通常はね、僕が、スマートフォンに向かって一人で、ボソボソでもないか、喋ってる内容なんですけど、プレミアムリスナーではね、毎週月曜日に、東京鴨頭ランドの社員ミーティングを聞いていただけるっていう放送になってます。これすごい放送ですね、よく考えたらね。しかも、このプレミアム放送でね、東京鴨頭ランドの社員ミーティング流そうよって提案したの僕なんですけど、当日ね、ミーティング中忘れてんすよね。だからちょっと不適切な発言がたまに外に出したらまずいんじゃないっていうような発言もたまにあるんですけど、まあ出してますね。まあ有料でね、お金を払ってまでも人の会社の社員ミーティング聞くっていう人は冷やかしじゃないんじゃないかという前提に立ってます。まあ、ここに冷やかしとかね、アンチとか入ってきたらやめざるを得なくなりますけど、今のところその様子はないのでね、やってるんですけど、今回はそれを公開放送で流します。東京鴨頭ランドの前回の社員ミーティングの鴨頭義人のオープニングトーク、そのまま流します。その内容もですね、非常に、一般的に言うと、社外秘。もう社外秘中の社外秘。まだやってもいないし、これからリリースする商品の名前もバンバン出てくるし、なんなら、銀行の残高の話まで出てきます。こんなの絶対出しちゃダメなやつをプレミアムリスナーで出してるんですけど、今回それを通常放送で出すという暴挙になりますけれども、ボイシーを聞いてくださっている皆さんの、なんか、こう、心にね、響く放送になったらなと思って出しますので、聞いてみてください。それでは、いってらっしゃい。